ルーファーとは中国や中国人を侮辱する行為を指しますが、いわゆるルーファー事件が数年前から頻繁に起きています。最近では小粉紅と呼ばれる中国の若い世代の民族主義者から、ルーファーの槍玉に挙げられる対象が海外ブランドや外資系企業から中国ブランドや中国企業へと移行しており、本来は単なる用紙の特徴である細めを生まれ持ったに過ぎない人ですらも、 彼らの攻撃対象となっています。私の小さい目は中国人としてふさわしくないのか、このような容姿に生まれついたことがルーファーなのか、中国の菓子メーカースリースクワレルズの広告塔で細目事件やルーファー事件でやり玉に挙げられているモデルの蔡ジョさんは声を上げずにはいられなかったようです。 モデルの蔡ジョジョさんは2019年にスリースカレルズの広告塔に採用されたことで西洋に媚び中国人像を醜く描いているなどとたくさんの攻撃を受けるようになりスリースカレルズの製品に対しても不買運動が起きました細めは一時期検索キーワードの上位に入ったこともありますスリースカレルズはやむなく声明を発しこのモデルは中国人であり 中国人を醜く描く意図はなかったと謝罪して、ホームページは差し替え中だと釈明しました。一方、蔡上上さんは謝罪はせず、容姿のことは人にあれこれ言われることではないとして、もしすべてをいちいちネットに上げないといけないというのなら、それは一種の異常心理だと話しています。<laughs> 細目ですらも中国を侮辱したというのか韓国人は中国人よりも細めなのになぜ韓国を侮辱したと言わないのかこのことも不条理だということを示す一面ですこうした例は毎挙にいとまがありません中国の国産アニメとして名を馳せた有志少年も登場人物の目が小さかったことで中国人を醜く描いたこれはルーファーだと世論から批判されました そして工業収入は停滞しっぺ返しを食らいました。その騒ぎも収まらないうちに、今度はメルセデス・ベンツの広告動画の女性モデルの目が細いことに気づいた中国のネットユーザーは、ベンツはわざとやっており、非常に傲慢だと批判しました。その後同社のウェイボーアカウントは問題となった動画を削除せざるを得ませんでした。 北京首都市範大学元副教授の李玄華氏は、こうした批判が湧き起こる理由を、中国人の自信のなさの表れだと考えています。この件は、中国人と西洋人の美意識の違いに関係しています。西洋人は眉が濃く、目が大きい。だから彼らは、長くて細い目を見ると、それが東洋の美女の特徴だと考えるのです。 もし彼らがこんなことをやったら人々の反感を買うだろうと自覚していたらそんなことをするはずがありません。北京のジャーナリスト、コウユさんは昨年12月28日、ツイッターに細めについて人民日報は縦板に水のごとく14項目を書き連ねた。その核心は細めは一種のルーファーのシンボルであり、長い歴史的な源がある。 西側に我々の美意識を形作らせてはならないということだと投稿しています。上海市消費者権益保護委員会も、スリースカレルズの広告に対し、メーカーの美意識は時代とともに発展すべきだとの声明を発しました。でたらめな話です。 でですすが彼らはここうしたことをやるのです当然ながらこうしたキャンペーンをやるたびにまだ思考能力が残っている人にここにある関係性を整理してクリアにさせることになりますこの独裁国の世論へのコントロール政治制度と価値観に対する不条理についてです以前はルーファー事件で攻撃されるのは海外ブランドや海外企業でしたが。 今やルーファーの波は中国ブランドや中国メーカーにも押し寄せていますこのような危険な考え方が国内製品に対しても海外ブランドに対しても拡大され俺は不愉快な気分になっている俺が民意を動かしたらお前は俺に服従しなければならないぞと言っているのですあるメディアによると2021年上半期だけで 大きなルーファー事件が10件も発生しており、しかもどの事件も小奮紅が出兵して討伐しています。李玄華氏は、ルーファー事件が次から次へと発生する理由を、中共のメンタルが非常に弱いことの現れだと考えています。各国が中共の本質をはっきり理解するにつれ、その行為の下劣さを意識するようになったため、小奮紅という大衆の怒りを頻繁に利用して、 自自分自身を高揚させているののですす表,表面的的にには小粉紅の文化的劣等感に見えます彼らはいかなる需要性も持ち合わせておらず、実際にはこれは、統治者である中教の劣等感が具現化したものなのです。昨年11月、フランスの高級ブランド、ディオールの写真の細めに対しても、ルーファーとの批判が殺到しました。 この写真を撮影した中国人写真家のチンマン氏は、この件について謝罪し、一部の作品を撤去しました。NTD ジャパンがお伝えしました。